相関図、イエーイ。このちっちゃいボードに収まるかな。明日大会で初めてメンバーに選ばれた。おめでとう。大会頑張ってね、琥珀ちゃん。ツインテールかわいい、ありがとうございます。ツインテールなかなかしないからレアだよ、レアレア。そう、結構坂道さんとか企画でやってたりで面白いなって思ったので召喚図しようと思います。公立高校合格しました。え、おめでとう、おめでとうマイケルにしてやろうか。私もマイケルのね正体が分かりました。うん、分かりました。あ、そうか、今日卒業式の方が多いかもね。ねえ、おめでとうございます皆さん、卒業、卒業おめでとうございますね。相関図気になってた？本当？でも確かにもう、でもやっぱりメンバーが一番知ってる気がする。のイミーが今どんな状態なのかは。夏目ちゃんからは卒業しないよみんな私からは卒業しないでください。じゃあどうしようかな、誰から書いていこういけばいいかな。なんかどういう風に書いていけばいいか難しいよね。久しぶり、そう配信自体ね、3月めっちゃやるとか言ってたのに配信久しぶりになっちゃった、申し訳ない。萌子ちゃん、萌子ちゃんは、萌子ちゃん、確かに萌子ちゃんは箱推しって言ってて、特にうん、なんだろう、この子推しメンとかあんまなさそうだから、じゃあ萌子ちゃんを書きます。あ、間違えた間違えた、じゃん、萌子ちゃん、うんね、大きいホワイトボード欲しいね、それね持ってないんです。萌子ちゃんはでもキラリンから好かれています。キラリンから、キラリンが萌子ちゃんのことラブです、ラブ、キラリン、キラリンは萌子ちゃんのことラブですねそうだね、しおりん、確かにしおりん可愛がってるイメージはあるけど、なんか前に推しメン誰なのって聞いた時に箱推しだよみたいなこと言われて、あ、真ん中に書くと思った、なんか確かに、でもこっちの方が広げ、そんなことないかな、って感じだよね。え、うん、はにゃたんは初期の頃もゆこちゃん好きって言ってたけど、今推しメンを聞いたら違かったんですよそう、うん、違かったから、推しメンみんなに、みんなに誰か聞いてるよ。で、あとはうーんとね、どう書けばいいのかなこの後で、うーん、じゃあどうしよう、ここら辺に、ここら辺に、じゃあもう、あ、多分、あ、に、あ、じゃあここら辺にやっぱりなつみんとみれいちゃんかな、なつみんとみれいちゃん、これ書くの難しいな。あ、どっちの方がいいかな。
ちゃん。この二人はねもうねカップルですね。カップル CP って書いときましょう。 CP な夏見れ CP もう本当に楽屋にねもういつもねイチャイチャしてるの。なんかプチ喧嘩とかもよくするんだけど、なんかねイチャイチャしてるんですよこの二人は。で続いて、でも夏美のことを好きな子が結構いまして、夏美の子、夏美って結構人気なんですよ。夏美が結構人気で、誰だろうな、ミルテンとかも、ミルテンしおりんは夏美のこと好きだ、好きなはず。わかんない、2人はね箱推しみたいなこと言ってるんだけど、私的にこの2人はめっちゃ夏美のこと好きな感じがするの。夏美かわいいかわいいっていつも言ってるから、多分この2人はね夏美のこと好きな気がする。うん、そう、推しメン、推し、あ、モテモテなんだよね。で私はあのあれですね、ミルテンのこと好きなので、あ、逆の方が良かったかな、ごめんね、逆にします、こっちにします、しおりんが上にします。で私はミルテンが推しメンなので、あ、ミルテンじゃない、なんて書けばいいんだろう、川口でいっか。私はもう見る点がおしめなのでね、まあ、一方通行ですね。うん、まあ、2人はしおりんと見る点は多分2人ともねそんな明確におしめとか言ってないけど、ただわ私のね感覚です。うん、あ、なんかついちゃった、あ、そんなことない。そう、それでハニャタン、ハニャタンが、はねたんじゃない、おぎはな、おぎはなってなっていますが、これはねもうかん、あの確実な情報、私と夏美が推しメンらしいの。この二人が好きって言ってて、川夏コンビが好きって言ってました。そう、あ、そう、それでもうこれはもうみんなわかるよね、さややんはしおりんがね、でもねなんか推しっていうかなんだろうね、子供みたいな感じになってるからね、子って書いときます、子、うん、って感じだね。ひーちゃんとはねたんはめっちゃな仲いいけど、まあ確かにこのその二人が超仲いいって感じ。でも推しメンとは別なんだよね。でもどうなんだろう、どういう視点でいけばいいのか分かんない。好きなの、なんか仲いいのとでいくのか推しメンでいくのかで全然違うから、今は多分推しメンでいってる感じかな。仲いいのだったらだってね、ハニヤさんとひーちゃんは仲いいから、うん、推しメンと仲良しは別ですね。うん、これは推しメンと仲良しは別です。そしたらそれ言ったら私結構メンバーみんなと仲いいんだよね、なんか全員と平等に仲いい感じで、私のね、私の感覚、ななかちゃんはももきゅんのことを推しメンだと思ってる多分だけど、ななかちゃんはももきゅんが好きっぽいんだよね。結構言ってない？そんなことないかな？多分こうな気がする、こうな気、あ、私もそう、そうだよね、うん、これはね一方通行です。ももきゅんはやっぱり
モーキンはね、推しメンとかのは今はいないんじゃないかな。多分昔は私のことを締めて言ってくれてた時期がほんの少しあったんだけど、多分今はね特にそういうのがなくて、でもみんなのこともなんか可愛いって言ったりするけど、ね、ペットなの？ペットそうなの？じゃあペットって書いて、え、ペットなの？キーちゃん？もうななかちゃん いつもキーちゃんの話する。じゃあキーちゃんって書いとくね。あ、違う、じゃあ 犬マークにしとこう。ワンちゃん書いとく。ワンちゃん、はい。ね、ね、ももきゅんは多分ももきゅん推しなんじゃないかな。だからこうやっとく、こうやってく、自分にこうやっとく。見えてる？ももきゅんは自分推しだと思う多分。確かに。であとは、ね、1,2,3,4,5,6,7,9,10,11、あと誰だ、ひーちゃんひーちゃんひーちゃんがね推しメンとかね言ってるの見たことないかも。ひーちゃん待って、ひーちゃん孤立しちゃうんだけど、ひーちゃん、じゃあ大きく書いとくね。ここでも圧が強いひーちゃん、じゃあ大きく書いとく。はい、ひーちゃんひーちゃんひーちゃん自分推しでもなさそうだし、特にメンバーの推し、まあ羽田と仲いいからめっちゃこの二人はね好き同士だとは思うんだけど、なんか多分なね、おあ、なんだろうね、推しって感じではないから、推しって感じで好き同士じゃなくて普通に仲良しで好き同士だから難しい。だからとりあえずでっかく書いときました待って、完成しちゃったんだけど、早くない？これはあくまで、待って、ここに書いとこう。あくまで川口夏音の主観です。あ、スクショされない、される前にね、目線ですにしとこう。そうだね、ひーちゃんは確かに斉藤飛鳥さんとか好き好きって言ってるみたい、言ってるイメージ。私はもういろんなグループさん、一グループに一人は推しめいるぐらいの勢いでいろんな推しがいるからじゃあこれでスクショしてください。なんかどうかな、いい感じ。仲良しも入れよう。じゃあ次仲良し、ね、仲良しって難しいよね。仲良しはいいよこんな感じ、グッド。家族構成いいね、家族構成作る。うん、そう、だって私仲良しの子一人誰って言われて、特にこの子って浮かばないんだよね。でもだから、でもなんか仲悪いとかじゃなくて、この子っていう仲良しじゃなくて、みんな結構、だって私あとね、もうね本当にめっちゃみんなとお泊まりしてるし、すごいね、遊ん、あのプライベートっていうのかな、普通に遊んだりとかもするし、いろんなことメンバーの、だから難しい、仲良しってなると、仲いい子ってなると、まあでもある程度ね、この2人は仲いいよねとかはあるけどね。うん、じゃあ家族構成決める？じゃあちょっと番号順で書いていきます。
ひーちゃんなっちゃん推しなの？え、全然そんな感覚ないよそうなのかな。でもひーちゃん私のこと好きだと思う、多分私のこと好きだとは思うけど私推しだとは思ったことない。でも12人もいるとさ、そんなにたくさんいないよね家族構成。12人もいるとどうなるの？おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん、でどうなるんだ？四男四女まで？犬猫確かにペットとか、確かにそういうのもあるのか。確かに。大家族すぎる。サザエさんってすっごい複雑だよね、家族、家族構成が。先祖まで行っちゃったらやばい刺しすが、ミレイちゃんの方が先か。サザエさんで例えてみる？じゃあそうする？サザエさんって何人家族だろう？家系図たくさんいる磯野家、波平、わかめ、かつお、サザエ、マスオ、タラオ、タマ、待て、12人いきます。わかめ、かつお、サザエ、タラオ、マスオ、タマ、船、波平、あと4人、いとこい、あ、たい、入江家、いくらちゃん、たいこ、のりすけ、あと1人。じゃあ波平の双子の兄、海平海平だ、感じだね。波平は波平で、アナゴさんは家族じゃない。イクラちゃんが見る点で、タラちゃんがしおりんかな。タマはなつみ、確かに。なつみはタマだね。しおみるはちびっこ。確かに。そうだね。しおりんが、タラオ。ミルテンがイクラちゃん、ナツミンがタマ、でも
私はサザエさんの格好をしたってだけでさ、サザエさんの性格では全くないんだよね。なっちゃんノリスケ、確かに誰かって言われたらノリスケってなるかもしんない。ノリスケっぽいかもしれない。私はしおりんくん、そうしおくらちゃんは見る。サザエさんはひーちゃんかな。確かに確かにひーちゃん、ひーちゃんサザエさんかな。性格って、性格っていうか確かにひーちゃんサザエさんっぽいな。萌子ちゃん船っぽい。確かに萌子ちゃん船かもしれない。ちょっとりあえず私ノリスケにしてます。ノリスケでね、船さん、萌子ちゃん船さん、確かにめっちゃわかる。ねひーちゃんサザエさんっぽいよね。うん、今のところこんな感じ決まってるのが、萌子ちゃん船、私がノリスケ、夏美たま、しおりん太郎、ミルテンいくらちゃんかな。あとサザエさんにあるのはマスオさん、カツオ、ワカメ、ナミヘ、あと双子の兄のウミヘ、あとタイコ、タイコはノリスケの奥さん。ウミヘ難しいね、あんまり登場しないもんね。海でもウミヘ以外になんか いるかな。マスオさんがサヤやんか、ミレ、ミレちゃんかな。マスオさん、サヤやんはちょっと違うかも。ミレちゃんが誰かってなったらマスオさんっぽいかもしれない。かタイコ、タイコさん、ミレちゃんはマスオさんかタイコさんっぽいな。カツオ、ハニャタン、確かにカツオ、カツオかもしれない。ちょっとちょっと少年感あるよね、ハニャタン。カツオかな。うん、カツオにします。ハニャタン、ミレイちゃん優しいからマスオさん、確かにな。ミレイちゃん優しいからマスオさんかな。マスオ、うん、ワカメモモキュン、確かにモモキュンワカメっぽいかもしれない。モモキュンワカメっぽいね。確かに確かに。ってことはでも、ななかちゃん、ななかちゃん、へえ、ななかちゃん、ななかちゃんか、ななかちゃんもカツオ感ある。確かにな、ななかちゃんカツオとかカツオっぽいかも。確かに、わあどうしよう、ななかちゃんカツオっぽいな。それ以外になんかいないかも。もしサザエさんも、いやカツオっぽいな。サザエさんもでもまあ、サザエさんもさ割とさ抜けているところもあるっちゃあるからさ、中島、中島、
カツオダブルキャスト花澤さん、もういろんな、なんかいろんな家系に花澤さん、花澤さんも全くの違うねえ花澤さん、花澤さんなのかな、どうだろうな、どうなんだろうな、うーん、割とまあそりゃ当てはめるの無理だよね、そんな、じゃあまあ、私そこまでめっちゃサザエさんに詳しいわけじゃないからさ、花澤さんわかるよ、ツインテールの子だよね多分、ピンクの花澤さん花澤さん語呂がいいけど、でも花澤さんの方がしっかりしてるっていうか、はにゃたんの方が花澤さんっぽいのかな、でななかちゃんがカツオなのかな泣きもしてくる、おてんばな子、待ってわかんない、ごめんなさいね、調べます、サザエさん花澤さん、あ、やっぱり想像してた、こら、おてんばな子なんよくカツオくんと突き飛ばしてる私はね、ノリスケです、ななかちゃんがカツオ、サヤヤンが太鼓さんかな、ちょっと違う気もするけど、ちょっと気が違う気もするけど、まあしょうがないよね、で、あとひーちゃんとキラリンか、あとのあとはサザエさんと波平が残ってます、でもキラリンが波平は絶対違うからキラリンがサザエさんでひーちゃんが波平なのかな、なのかな、まあでもひーちゃんはもう波平っていうキャラがもともとあるからね、ちょっとねもうしょうがない、ひーちゃんも波平ってキャラがついてるからしょうがない、波平だ、キラリンがサザエさんです、完成しました、あ、こちらもちょっとあくまで、うん、あくまでの主観です、じゃじゃん、まずハニャタンは花澤さん、キラリンがサザエさん、萌子ちゃんが船さん、私がノリスケ、夏美がタマ、ももきゅんがワカメちゃん、ミレイちゃんがマスオさん、ひーちゃんがナミヒ、サヤヤンがタイコさん、ナナカちゃんがカツオ、シオリンがタラちゃん、ミルテンがイクラちゃん、はい、ここ大事、ここ大事、あくまで私の主観でございます、こんな感じでいろいろやっていく感じかな。
この配役でミュージカル、サザエさんってミュージカルじゃないけど、サザエさんのオープニングテーマを歌うように頑張って。サザエさんのオープニングテーマとエンディングテーマを歌ったらミュージカルになるか。ツイン好き、嬉しい。ツインなかなかやらないからね、とかかな。あとなんだろう、なんだろうね、でもミュージカル本当にやりたいんだよね。もうどうしてもミュージカルをやりたくて、もう本当にやりたい。だから、うん、もしねの意味を教えてで採用されなかったら、ショールームのいのいのショールームでのおまけタイムで、私が MC の時におまけタイムで強引にミュージカルを入れる3人になるけどね、できると。やっぱりね、ハイなんかね、なんて言ったらいいんだろう、ハイスクールミュージカルとかヘアスプレーとかみたいな感じの、なんか学生の時の学生学校舞台にっていうのかな、学校とかで、なんだろう、学校舞台のやつ、もう一つあった、なんだっけな、あ、グリーとか、グリーとか学校だよね。やりたいな。ミュージカルね、あ、そうそう、グリーとかね、確かに昨日出てた企画は全部テレビに採用されなくてもどっかでやりそうで、いつかねできそう。もう昨日めっちゃさ、めっちゃさ、放送事故って言われててさ、ね、放送事故だったかな、ミュージカル。確かに学校もの意地悪な女の子出てくるのあるある、確かにめっちゃあるある。しかも特にミュージカル映画とかあるあるな気がする。やりたいな、なんか踊りたい、ちゃんとね踊るやつ。ね、なんかダイヤモンいるんだけど前もいたか、ダイヤモン。え、もそういえばさ、あ、そういえばさ、どうなった、あ、今日ショールーム見るの忘れてた。そういえばさ、アバターどうなったんだろう。アバター発表されたよね。待って、アバターは、アバターどんな風になってるのか見たい。ちょっと待って、ツイッターで検索します。ダイヤモン一切触れられてなかったの。え？え？ノイノイアバター出てくるかな。ん？ん？なかったことになっ、え？え？なかったことになってたの？ハリアタのやつまんまだった？なんか一応さ、あのさ、終わった後にさ、一応さ、ダイヤマンの写真も撮らせてくださいって言われたから、ダイヤマンのね、あの写真もね、撮ってもらったの。だからちょっとは採用されるのかなって思ったんだけど、そうだったの。
じゃあダイヤマンは、ダイヤマンと髪型全部子ちゃんはこれから私のあの川口夏音キャラクターファミリーズに入ります。キャラクターファミリーに入ります。もう配られてる、どうなんだろうね。ねえ、本当に。まあいいや、自分のキャラクターにします。仲間が2匹増えました。個人で作れたらいいのにね。確かに作れないのかな、どうなんだろうね。ダイヤマン、マイケルがいるから、第3のキャラクターマイケルが私のルームにはいるから。そして第6のキャラクターのダイヤマンもいるから、もう私の作ったさ架空のキャラクターがさ、どん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 さ、もういろんな、なんか本物になっていってる。本当に。なんかさ、もしさ、なんだろう、自分の名前じゃなくて、なんか仮名っていうのかな、仮の名前でニックネームとかが使いたいなと思ったら、あと余ってるやつがたくさんいるので、髪型全部子ちゃんとかキューピッド犬とか、あとメダッシュとか夏ランボとかも余っています、まだ。髪型全部子ちゃん、生写真にダイヤマン書かれたりしますね、これから。もうこれからは全部私の、これから私のキャラアバターにする、アバターじゃない、キャラクターにするので、いつか、じゃあ公式ツイッターっていうか公式で発表します、ツイートします。全部子ちゃん生きてた？全部子ちゃんもね、結構お気に入りいいと思うんだけどね。私はキャラクターはね、結構引きの時にキャラクターを描くことが多いかも。引きだと結構描くスペースが多いから。なっちゃんが著作権持ってるから許可いただかないと作れない。え、いいのかな、あの作ってって言ったらさ、言ってもいいのかどうなんだろう。ちょっとじゃあ今度運営さんに確認してみよう。そしたらショールームでまた言います。でもどうだろうね、わからないね。うん、まあ私が作るのが一番いいんだけどね。どうそれもね、ちょっといろいろね、難しい問題だ。名前変えなくていいよ、多分ダイヤマンに名前を変える人はいないと思う。ダイヤマンと全部子ちゃん色塗ってほしい。確かに色まで塗ってなかったもんね。他のキャラクターは結構あったけど、そうなんだよね、私が作れるのが一番なんだけどね。私も難しいことは分かりません。ないないに、ないないさんに、ないないさんに個人アバター作ってもいい、作りたいですみたいなこと言えばいいのかな。今日何分まで、20分から開始したから10時20分、1時間ぐらいやりたかったから11時20分までにします。ダイヤマン怪人です。だから唯一の敵キャラクター、敵キャラクターっていうか悪役かな、ダイヤマンは。他のキャラクターは割とね、正義の方です。マイケルも若干敵キャラかもしれない。
ツイッターアイコンなら夏ん、確かにそれはそうだね。ヘッダーとか確かに。マイケルは若干で悪役かも。ちょっとまだそこまでの、そこまで設定は。なっちゃんが作ったキャラだけでストーリー作れそう。あ、なんかさ、昔に載せたんだよね、あのパラパラ漫画。ちょっとリツイートするので皆さん見てください。ユニバースって名前だった気がする。ユニタイトルユニバースってした気がするんだよね。あった、はい、リツイートしました。これはね、夏蘭もちゃんとマイケルがたくさん出てくるしか出てこないかな。夏蘭ボちゃんがメインのキャラクターです。ユニバース、そう、宇宙のやつ。なんかさ、そうパラパラ漫画さ、もう作り途中まで作ってさ、まだ作りかけの作りかけでずっと忘れてたやつがあるマイケル、そう、ノイミマクモチーフだけど敵キャラ、そう、怪人だからね。怪人マイケルだから、マイケルじゃないダイヤマンだから。そう、宇宙のやつ、宇宙のやつ今リツイートしました。マーベラスさん、星たくさん、リーンボスターありがとうございますね。え、あ、しげっちもプリンとか、ともも本さんもプリンとかありがとうございます。そう、ということで私はね、やりたいことをし終えたので、今日は次のショールームの企画会議をしましょう。残り10分で次のショールームの企画会議。なんかね、あとなんだろう マイケルアイドルなんだね。今日めっちゃ勉強になった。本当バッドエンド、まあそうだね。どう、まあね、人なんだろうね、バッドエンドじゃバッドエンドなんだけど、まあでももうなんか、でもこれをね見てどう思うかは人次第だよね。あ、ダンス配信、そうだね、ダンス配信。でもダンス配信の前に何か挟もうかな、なんかの配信。あ、この間の未開封で使ったの何個か買ったよ。そうなんだ、嬉しい。やった、なんかやっぱさ、同じお揃いにしたくなるよね。私もみんなとお揃いにしたい、メイクとか。昨日の愛しのなっちゃんめちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。平和配信、平和配信とは、もう平和の、私の平和な顔で1時間やり過ごすとか。ピースうん、ノイステのメール読んでいただき、ノイステ応募してくだ、ノイステのメールね送ってくださいありがとうございます。
紅茶テイスティング配信、あいいね、確かに紅茶とか紅茶の飲み比べでも、もど皆さんには私の語彙力を鍛えるっていうか、私の語彙力がないと皆さんに伝わらないから頑張って食レポ頑張ります。なっちゃんの配信は常に平和、確かに私の配信って結構平和な気がする。なんかと、なんか嫌なこと言ったりする人があんまいなくてね、ありがとうございます、いつも優しいコメントばっかりで。本当にメンバーの何かに1時間なりきる配信いいね、誰にしようかな。うん、声真似とかできないからね。はちみつ紅茶で美味しいよね、はちみつ紅茶本当におすすめ、本当におすすめ。はちみつ今日は緑茶だけど、じゃあ考えときます、いろいろ。ちょっとダンスとかもいろいろ覚えときます。ネマハムルームはな、もう踊れるかな。チュ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 美味しいよね。あとは今までさ、夏フェスでさ、なんか皆さんと一緒にセトリ決めてっていう感じだったじゃないですか。それをもう完全に私の好きな曲だけでやる夏フェスとかもやってみたいな。カラオケ配信だからとかもやってもいいかなと思ってる。本当にもうね、おすすめの曲がたくさんありすぎてね、私はもう歌いきれません。最高かよ、いいね。もうね、難しいんだよね、本当にいろんな曲がおすすめありすぎて。アイドルの曲めちゃくちゃ覚えた。嬉しい、たくさん。タンスの原因のセトリに入りますか、どうでしょう。懐かしい、タンスの原因とか懐かしすぎるね。え、何でも OK ですね。え、楽しみに。スカパーアイドルフェスもね、あね、他のグループね見れなかったんだよね。このめっちゃ見たかった。しかもね、あの私さ、スカパーにね入ってたんだけど、なんか今ねアンテナがなくて、私のお家に、だからスカパーがね見れなくなっちゃって、だから他のアイドルグループ見たかったな。お茶飲むさんとラストアイドルさんも見たかった。でもちょっとだけ舞台袖でお茶飲むさん見れた。あの 恋のクラウチングスタートめっちゃ好きな曲だから見れてよかった。ゲッチュー、ラーメン大好き小泉さん見れなかったんだけど、ラーメン大好き、ラーメン大好き、ラーメン大好き。カンタさん、お話し会楽しみです。私も楽しみ、来て嬉しい、お話しできる。見たかった、帰宅して録画何回も見ました。いいな、
見たいな。またね、違う機会が、またの機会があれば見たいです。お茶のおまさん、僕が乗ってこれ見になるにはどうすればいいですか。そうだね。でも夢で見れればいいんじゃない。なんか枕の下に自分が乗ってこれ見になる絵を描いて、で枕の下に置いて、でも僕は乗ってこれ見、僕は乗ってこれ見って言いながら寝たら、もしかしたら夢が見れるかもしれない。ヒルソンまだ見てないんだよね。録画してるから見ます、後で。ビブス、え、来てくれてたの。私のビブス、嬉しすぎるんですけど。HKT48 さんの、え、行きたいな、行きたい。ねえ、のゆみのライブに行きたいです。ねえ、ぜひぜひいつか来てほしいな。にじまるさん来てほしい。ぜひ。あと4分ぐらいに、だからランキング読もうかな。ランキング読みます。13位まっちゃん、ありがとうございます。12位じゅんきちさん、ありがとうございます。11位なつみちゃん、ありがとうございます。10位ちさちゃん、ありがとうございます。9位しばあさん、ありがとうございます。8位ひらり、ありがとうございます。7位みーちゃん、ありがとうございます。6位とももとさん、ありがとうございます。5位ふとさらさん、ありがとうございます。4位ダイヤマン、ありがとうございます。3位よっしゃいくぞーさん、ありがとうございます。2位しれっち、ありがとうございます。1位マーミラさん、ありがとうございます。ありがとうございますね。久しぶりに、久しぶり、半月ぶりくらいですね。にね、配信できてよかったです。またね、次はさっきみんなが考えてくれてた配信、考えてくれた配信とかもね、いろいろね、何やるか分かりませんが、また次も何か企画をしようと思うのでお楽しみに。それではお話し会も行くよ。え、楽しみね。お話し会もね、26に、あさってか、あさってと26日とかね、よろしくお願いします。おやすみなさーい、おやすみなさーい、おやすみなさーい、待って、おやすみな。